はい、皆さんこんにちは、ペツでございます。シティーズスカイラインですね。今日も小町タウンを発展させていこうと思っております。さあどうしていこうかな。ここは完成、あとは下道をどう作っていくかですよね。じゃあその前にこいつを引いちゃおう。
で、バス停の位置を、こうすれば繋がると。で、帰り道どう行ってる？お、おや？ああ、そういうことか。あ、そっか、まだこっちが、出来上がってなかった。か、これはカーブをもう落としちゃうかやね。あ、そっか。え、銃かこれ。あ、こういう感じやね。で、バス路線はせやね、降りてきてっていう感じか。さあ、なんとか、カッコついたね。さあ、あとはね、長らくあれしてましたけど、ちょっと回しながら行きましょうか、また。あとはこっちの道路整備もね、まだ終わってませんので、
からつながるような、まだ誰も使ってないからね、ここ。ちょっと、一旦移設して、よいしょ。そうか、ずれ込むのか。近すぎるんか、アプローチが。料金所があればね。いいんですけどね。削った。
ここは横ぴったりいけんねんけどね。廃墟か。
さあということで、次はまあこことここをうまくつなげる作業にはなっていくんですけども、上げた方がいいんか、ここな。
よし、ちょっと止めますね。はね、気持ち的にはもう抜けていこう思ってるんで、ここに駅だけ作ってね。まあ分岐はしないといけないのかね、この道。まあ、この辺からも鉄道の邪魔してないか、この…ああ、ギリギリか…
こや。あー、ずれてる？ではここで終わりましょう。まあ郊外の方にね配線手出してるからなかなか思う通りには行ってないっちゃ行ってないんですけどね。では、今回はこの辺でお別れしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。それではさよなら。